はい、FM 流動 DJ の嬉しいです。えー、っとまあさっきから何について話しているかと言いますと、えー、僕の今年の短い夏休みの間で見てきたもの聞いてきたものについてのお話でございますよ。でついつい、えー、もう約20日前の話でございますこのお話は。はい、 まあそれだけれども頑張って、えー、お話ししていこうかなと思います。それ知って広島に行った後どこ行ったかっていうとですね。まあ一泊神戸に、くじくんの家に泊まらせてもらって。で、その後は奈良ですよ。奈良アートプロムっていう展覧会あるんですけれども、えー、そこの方に、えー、僕今年出展することになりまして、えー そこでね、えー、頑張って展覧会やってきます。はい。で、なアートプロムどういう展覧会かっていうと、まあ、関東だとトリデアートプロジェクトっていうのがそれに近いかなっていうような感じがするんですけれども、えー、まあまあ、どういう感じかっていうと、まあ街中でね、えー、そこの街に住んでるアーティストや、 えー、まあ、ゲストで呼んできたアーティストたちによって、えー、街中で展示をしていくアートイベントでございます。はい。で、通常アートの展覧会っていうと美術館だったり、博物館だったり、ギャラリーで行われることが多いっていうことは、えー、皆さんご承知の通りでございますけれども、まあ奈良アートプロムや、まあ 越後つまりアートトリエンナーレア、そしてトリデアアートプロジェクトの例を見ればわかるように、現在、現在のアートシーンにおいてはですね、街中で展開されると、美術というものが美術館の外側にどんどん出ていってしまっているという現実がございます。で、これがね、非常にまあ面白い状態、面白い、えー、感じに,でになってきているんですけれども、 あのー、ですねまあならアートプロも今年が初の、えー、開催になるんですけれどもいきなりですね200人以上のアーティストがもう参加するということ,ことが決まっているそうでこれびっくりですね200人以上のアーティストが1回目の開催からもう決まっているということでねもちろん えー、アーティストと一言で言っても、いろんな種類のアーティストがいるでしょう。えー、工芸寄りの人がいたり、えー、美術の中でも彫刻版画、油絵、ね、絵画と分かれているますし、デザイン系の人もいるでしょうし、えー、音楽やってる、いらっしゃる方も、えー、パフォーマンスやってる方も、映像やってる方もいらっしゃるでしょう。まあ、その中のね、 アーティストの一人として参加してくるということで非常に僕は、えー、楽しみにしておりますで実は、えー、僕トリダートプロジェクトの方に、えー、参加したいなと思っていながら今までずっとね逃してきたんですよねだからねこれはねいかんぞと思ってるわけですよこれは あのー、今までね応募したりとかそういうのしてこなかったんでよくないなと思ってたんですけれども今回は、えー、今年はですねいろいろ、えー、新しい出来事続いておりますけれども、えー、関西デビューついにしてきますはい今まで関東から見動きすることのなかった、えー、僕でありますけれども関西デビューしてきますはいまあ、関西のアートシーンに、えー、僕の名前が残るかどうか それは今後わからないわけなんですけれどもまあ基本ね関東での活躍になるので、えー、関西圏に住んでいられる方が僕の名前をですね覚えてもらえたら嬉しいなと思いますはいそれだけですでまあ作品はねもう出来上がってしまいましてあとはね、えー、来週じゃないなもう今日日曜日だから今週なんですけれども今週 の末今週末に搬入がございます搬入します。はい。で、その搬入が終わると同時に展覧会が始まるわけでございます。はい。非常に楽しみにしております。はい。そういうことです。はい。では、今日はここら辺で、あ違うな。奈良行った話してないや。で、まあ、奈良でね、えー 制作,制作してきまして。で、まあ、えー、プロデューサーである野村よしのりさんや、えー、その周りの周辺のスタッフさんですね、とお会いしてきました。いろんな方が、えー、関わっていて、えー、プロデューサーのですね、野村さんの人脈の広さというものに、改めて、えー、改めてですね、素晴らしいなと思った次第でございました。 まあ,あとはね展覧会始まるのを楽しみにしているばっかりでございます。はい、楽しみにしております。では、失礼いたします。展覧会来てください。では、失礼いたします。